はようございます、先週日曜日にですね、走らせて一切外に出てませんでした。でですね、世間の噂ではですね、私の犬は非常にまあ協調性がいいんで、おそらく首につけたですね、電気ソナーですか、あれをうまく使ってんじゃないかとかいうような噂で笑われてるらしいですので、今回は首輪なしで、8日目ですか、8日か9日目なんですが、今から走らせます。時間は今9時40分です。でまだ排便も何もしてませんが、この前方にですね、3箇所鳩を仕掛けてます。それでは今からスタートします。待ってよ待ってよ、はい、ポイントしてるみたいです。はポイントだけどな、間違いなし。ハップ。ダブルポイントになってるな、バッキングしてないな。グッドバイ。ハップどうですかね。今日は観客がいないんで、犬を惑わす観客がいないんで、は立ってますよ。はい、ゴハップ、ゲットバイ。これはですね、ラッキーは一応バッキング完成で止まってますけどね、匂いが入ってますもんね。ハップね、これだけ違いますよね。だからそういう心を持った人が訓練してもエルヒューポインターは全く犬にならないってことですね。あ、エルザがバッキングですね。ラッキーはこれ見事なポイントです。尾が吹いてますよね。ゴー。何も呼ばなくないで、引き返します。エルザはもう帰ってきました。ラッキーも帰ってきました。
あ、枝取ったぞ。枝取った。おしっこ。ああ。風が弱ったな。グッドボーイ、グッド。グッドボーイ。首輪はつけてませんよ。あの首輪はですね、私はもしもくくり罠にくくられた時にですね、犬がかわいそうなんで用心のために犬発見器として、つけてるだけですので、行こう。私はこれで黙ってですね、車に引き上げます。で、今日の運動はですね、これだけにしときます。足を痛めるとまずいので帰ってきてますもんね。もう終わりよ。はい、終わり。オッケー。これがですね、3番から始まる基礎訓練、いわゆるウイング&ショット訓練なんですね。これをやることによって呼ばなくても、で、あと競技会に出すとすればですね、人の犬と協調できるようなですね、いろんな犬種と走らせてですね、鍛錬を積むことによって競技会でもこの能力を発揮できるようになりますが、それをやらないと大恥をかきます。これ間違いないことなんです。はい、終わり。はい、投げ。はい、仮面。よしよし、オッケー、オッケー、はい、ラッキー、ラッキー、これこれ、待って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 、はい、お水よ、待って、これこれ、よいしょ、おう。呼び戻しはなしでですね、息を排便運動とスリーバード終わりました。お疲れさん、お疲れさんです。終わりです。